君がエレン・イェーガーで会ってるよね。ガビ、そのライフルをエレンに向けて。ガビ。エレン、ポケットから手を出して。従わなければどうなる？引き金を引く。あなたの脳みそが床に散らばる。見たことない？巨人になる暇なんてないよ。それでまだ撃たないのか？今引き金を引かないなら何しにここに来た？手をポケットに入れたままだとどうなる？どうなるか君は知ることはできない。床に散らばった後じゃ。いや、わかる。あんたは撃たない。始祖の巨人を殺すことは許可されてない。命令は必ず始祖を奪還せよだ。この後に及んでもあんたは一旦巨人になってから俺を生かしたまま食わなくちゃいけないだろう。ビクト！ガビ、引き金から指を外して。重大な軍規違反のツケを払うのはあんただけじゃなくて収容区の家族も一緒だ。はい、撃てません。あなたを食べることも本当無理あると思うし。どうもね。フィクソン。